さんこんにちは。はい、こんにちは。ダブルMチャンネルのヤナマンです。お疲れ様です。今日はですね。はい、今日は福島県大熊町です。はい、大熊町来ましたね。はい。の坂下ダムっていうところに来ていますね。はい、うん、で、ここ坂下ダムは結構でかい。でかいね。ダムで、春は桜。そう。夏はアジサイ。アジサイ。秋は紅葉。見頃らしいですね。最高っすね。で、震災があった今でも、うん、まあ見に来れる方が、そうです。たくさんいると。うん。桜いいみたいだよ。すごい。ね。桜紅葉アジサイ。うん。まあ、震災後はね、やっぱり放射能とかで来れなかったでしょうけど、うん、今はまあ除染が進んだのかな。うん。それで。来てる人いるみたいですよ、結構。ね、結構、たくさんの方が訪れてるみたいです。ん、はい、で、まあ僕たちも来てみました。はい。はい。なので、ね、ちょっと今から、その様子を見てこようかと思います、うん、じゃあ行きましょうか。はい、行ってきます。はい、行ってきます。はい、坂下ダムということですね。マサボさんすごいんじゃないですか、はい、坂下ダムは。あのさ、うん、奥間って言ったらやっぱあの二人だよね。どれ、あー、なんだっけ、熊ちゃん、あ、くまちゃん、なんとかくんとなんとか、なんとかくんとなんとかちゃん。名前忘れちゃったね。忘れちゃった。大熊って言ったらやっぱりこの、大熊って言ったらこの二人だよ。そうだね。うん。かわいいマスコット。名前は書いてなかった。まあ、テロップで名前載せます。そしたら。すごい、結構大きいね。あっち側も行けんのかな？道路が。ああ、いけんじゃない？一周ぐるーっといけんじゃない？ぐるっといけんのかな。マサボさんの後ろにあるのが桜？そう、多分このずーっと桜のこう、周りに。ああ、なるほど、うん。道路沿いに桜が咲いてんのかな。うん。で、この上の方が紅葉が綺麗っていう感じかな、ね。あっちの山の方。今日ちょっともやかかっちゃってあれなんですけど、山の方が紅葉綺麗ということなんですよね。多分気持ちいいよ。天地もあるし。そうだね。こういうとこから、おにぎりを食べながら見晴らすのもいいかもしれないですね。いいね、おにぎりね。その、お花見とかね、うん、紅葉とかね、そういう時もいいかもしれないですけど ね、 ちょっとダムのあっち側行ってみない？はいよ。 あっち側？その塀の、塀の向こう側かな。行ってみます？うん、はい。封鎖されてる。ああ、そこは入れないんだね。あ、閉鎖ってなってる。閉鎖なんだ、うん。ここね、歩いてみたかったけど。何これ、怖っ。なんだろうね。なんか物置的な感じ？なんかいろいろ入ってるよ。うわー、竹。すげー竹。ほんとだ。ダム放流するとあそこから流れてくるのかな？どこ？あの真ん中の。あー、そうだね。あそこから水がバーって流れて。ね、放流するとね。うん。行くんじゃない？あそこからずっと下に行くんだろうね。前はこれあれかな、下もう行けたのかな、階段ずっと繋がってっからさ。ああ。下に行って見れたのかもね、前までは。散歩コースになってんのかな。これも桜っぽいね、ずっと植えられてんの。ああ、ぽいぽい、桜っぽいね。超綺麗。春はね、なんかね、この震災後もね、普通に桜写真撮りに来てる人とかね、載せてたりしてたから。おうおう、いいみたいだよ。多分すげえ綺麗だろ。うん、水辺だから余計ね、際立つよね、桜の、ね、綺麗さがね。今日もあれだよ、一応もやかかってっからさ。そうそう、幻想的な感じでは。そう、撮れるよね。写真撮ったらすっごいいい感じに撮れたよね。ちょっとそれも載せましょうか。じゃ あ、じゃあ載せましょう、ね、はい、はい。こっからのね、景色がね、もう最高なんすよ。絶景かな、絶景かなって感じだよね。うん。もや、いいね。うん、なんかいいよこれ、こういう風に似合うよ。いや、なんかもやがさ、いいわ、幻想的。いいよね。うん。やっぱこういう日もね。そう、こういう日はこういう日でいいもんね。そう、こういう日はこういう日の見え方が、綺麗さがまた違うからね。うん。あ、ずーっと桜なんだ、多分。ああ、ね、うんうん、ここね。
ドロップ地がずっと桜なんだね。こっからその全体の桜をこっから一望したらすごい。そうだね。めちゃくちゃ綺麗だと思う。寝そう。寝そうだね。ベンチもあるし。うん。気持ちいいもんね、風もね、今日は。どうしよう、もうちょい歩く？うん、そうしようか。ちょっと車で行けるとこまでずっと奥行ってみる？結局こっち行けるみたいだからさ。そうだ。うん、車でちょっと行ってみようか。行きましょう。はい。はい、今ね、車でずっと走ってきたんだよね。そう。うん。ただ通行止めだっけ？通行止めで一周はできないね、まだね。早いんだね。これからどんどん直していくのかな？うん、で、こっちに林道があるんだけど。そう、林道もある。この、ここにね、なんだっけ、伝説なんか、小屋姫っていうのかな、多分小さい夜の姫って書く、の涙、小屋姫の涙っていうね、湧き水あったらしいんですけど、そう、そっちもちょっと通行止めいけない、そっちも通行止め、うん、ね、仕方ないね、はい、まあ通行止めなんで、うん、じゃあ、おとなしく戻りましょうか、じゃあ戻ろっか、はい、じゃあ戻りまーす、はい、これがね、あのさっきの、あのなんだっけ、小屋姫の伝説だ、ね、そう、この名水、小屋姫の涙、ね、このダム上限から約 1.5km 川上の林道だったんですけど、それが立ち入り禁止で入れなかったということでした。看板から流れてるみたいなね。うん、見たかったね、せっかくならね、見たかった。で、まあこういう伝説がありますと、うん、いうことらしいですね。結構悲しい伝説なんだよね。悲しい伝説だね。うん。じゃあ、ということで。ということですね。帰りましょうか。帰りましょう。はい。お疲れ様でした。お疲れ様です。まあ今、ぐるっと回ってみましたけど、うん、まあ一周できなかったのね。そうだね。残念かなという、うん、ところだったんですけど、まあすごいね。いいよ。こんな、素晴らしいダム、素晴らしい、今まで知らなかったですね、うん、でね、そうか、あの見頃が春夏秋かな、うん、ってあるんで、まあ、そのシーズンにはねちょっと来てみたいなと、本当来てみたい、写真とか撮りたいなって思って、多分ねすごいいい写真が撮れます、うん、もうずっとね、そう、山々だしね、うん、綺麗だよね、桜咲いたらね、うん、絶対綺麗だと思う、うん、なんでね、皆さんもぜひ気になった方いましたら、はい、チェックしてみてください。じゃあご視聴ありがとうございました。はい、ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。